なんかアプローチの動画を編集してた時にさ、うん、俺すごいことに気づいて、うん、超当たり前なんだけど、うん、右手のさ、ここの手の甲、ここがさ、うん、こう一直線でさ、うん、変わらないように力入れるじゃん、うん、だけどさ、アプローチって近く打つ時ってゆっくり振るじゃん、うん、ゆっくり振るけど、うん、そこの力ってめちゃくちゃ入ってんだなっていうことに気づいて勝ち勝ちめっちゃ勝ち勝ちでしょ、うん、平井博明のワンラップゴルフ。でもなんか近くに打とうとするとさ、手首ゆるゆるで打つ感じすんじゃん、なんとなく湧くね、そっちの、うん、確かに力入れたら飛んじゃいそうだしね、うん、だけど右手多分力入ってんだろうな、そう飛んじゃいそう、左もガッチガチだから。あ、そうなんだ、どっちもなんだ。どちらかというと右ガチガチだけど、うん、上回る左だから。へえ、そうなの、うん、めっちゃくちゃ硬いから。これ多分トール君こうやってやっても動かないんじゃないかな。嘘、本当だ、うん、思ったより硬い、自信がある、思ったより硬い、うんうん、ここがでしょ。そう、もう本当にイメージは、うん、釣り革捕まるじゃない、うん、釣り革捕まったら釣り革の皮が切れるぐらいの強さなんです。へ、うん、めっちゃ硬い。それでもさ、手使ってるからさ、こういう風に見えるけどさ、うん、ブレてないんだよね、多分、うん、ペランってなんないって感じ、もうここまで強いって感じ、はいはい、それそう、それでなんかで聞いた時に思ったの。ああ、こ、コンタン。そう、だから力入れてゆっくり振るんだなと思って。そう、硬いから。だから硬いものを柔らかく見せるべき。あ、そうなんだ。めっちゃくちゃ強いよこれ。硬いし。うん。それ柔らかく見えるけどさ。見えるでしょ。うん。硬いんでしょ。その握りをトール君にやったら、トール君帰るやってるねっつってそう、そのぐらい硬いっていうか強いし。あ、だからさ、だけどさ、柔らかく見えるからダメなんじゃん。あ、じゃあ柔らかくやろうってなっちゃう。なっちゃう見てるとね。それダメだよめっちゃ硬いの、うん、これ超硬いの、うん、今、うん、やばいの、うん、あ、そ、あ、見える、見える、柔らかく見えるでしょ。見える、めっちゃ硬いから。見える、自分からこうやって波を作ってるから。重さでこうやって波を作られてるんじゃないってこと。へ、うん、え、それはアプローチ打つ時にやってるってこと。めっちゃやってる、めっちゃやってる。本当だ、すごいなんか緩く見える、見える、見える、ギュッ、こういう感じ2つ質問があって、はいはい、1個目が力抜くとどうなっちゃうのってこと。じゃあそのペランペランで打つとどうなっちゃうかってことと、力入れてるのになんで緩く見せるように打つのかって、この2つが質問です。トール君にももらうよねそんな有料だったここまず、うん、1つ目の力抜く、抜く、うん、抜くとどうなっちゃうか、うん、これがこう上がって、うん、こうやってなる、はいはいはい、ここが地面についちゃう。あ、こうやって、はいはい、でこうやって打っちゃう。弾かれちゃうってこと。弾かれちゃう、うん、ダフリで例えば3ヤードから5ヤードのアプローチを打とうとしたのが10ヤードぐらい飛んじゃう、マットだとね、うんうん、で、コースだとざっくり、うん、あ、いやいや、これが緩いと、うんうん、動きで言うと、うん、こうなる、うん、こうなる、で、塔がついて、はいはい、こうやってこうやって、うん、それが緩いとなる、うんうん、今のは大げさにやってるけど、うん、ちょっとしか飛んでなくても、うん、なるからね。あ、なるんだ。なる、とにかく今売ってるクラブのヘッドバランスがめちゃくちゃ重いから、あ、これだったらならない可能性がある。ならなくしてナイスショットしか出ないセッティングにしてあるからでも今出回ってる売ってるウェッジって、うん、バランスが D3 か D5 ぐらいある、うん、そしたらもうこうなるから、うん、ああ、そうなんだ。こうやって重くて垂れてきちゃうんだ。そう、だから余計にこうやってね打ったり、起こさなきゃダメだから、うん、
クラブは、うん、今のは緩い球を打つ工程ではないやり方ではないわけ。しっかりとボールにコンタクトさせる打ち方なわけ、うん、だから緩まないでそのまま打つね、うんうんうん、飛んじゃうよね。飛んじゃう飛んじゃう。だから力を抜かないで柔らかく打つ。そうそう、飛ばないでしょ。そうだね。そう、だから緩まないイコールミスショットを打たないで、うんうんうん、次に球を飛ばしたくない、柔らかく打ちたいから柔らかく使う。ただ柔らかく使うイコール抜くではないってこと。力いたいそのまま柔らかく使うんだ。そう、すげえむずいんだね。じゃあむずいよ、むずいこれ100点。じゃあどれぐらい入れてるのっていう話にもなってくると思うんだけど、うん、今撮影中だから、うん、そのことに対して言ってるから強めに入れてるけど、うん、例えばあれの一番弱い状態で10段階だったら6ぐらい、うん、6ぐらいのショットっていうのが、うん、これ完全に一番緩いから、うん、これ以上緩くしたらダメ、緩くしたら加速ができないからこっちが出る、そうするとアプローチのシャンクが出る、うん、こういうイメージが湧いてきたの。緩くするんだったら余計に後からなんだ、うん、そうの方がシャンクもダフルも出づらい、うんうんうん、とにかくクラブと体を同調させて緩むからこうなるからね、あアプローチ。それをなくすためにクラブを起こしてあげなきゃいけない。こうやってそれはもう抜いちゃダメ。うん、あとはどうしてもそれでもグリップの中に力を入れたくないっていう人いるわけ、うん、そしたらこれ本当の有力なんだけど、握る角度というか普通に握るでしょ、うん、普通に握ったらそのかける圧の方向を変える、うん、そうすると結局まっすぐな筒の中にまっすぐなものを通したらスルッて抜けるでしょ、うんうんうん、でもさ、まっすぐなものを曲がってるところを通したらギュッて引っかかるでしょ、あそうだね、それあそれをグリップで突っかかる。そう、そしたら突っかかるじゃん。これは本当6万ですよ。そうですね、そうだね。そういう握り方をしてあげると、うん、一切力入れてなくても、うん、クラブは飛んでいかないし緩まないから。はあ、うん、その代わり手首は緩んじゃない。ああ折れちゃダメ、ね、そう、こうやってこうやってやっちゃダメ。それが分かってればアプローチミッションサロンに変えてほしいな今から。でもそういうのですから。あ、そうなんだ、うん、俺が聞いちゃったから。そうだね、 YouTube でちょっと悔しいなまあまあ、うん、久しぶりにボールを打って YouTube で説明したね。そうだね、うん、あれじゃ結局クラブがヘッドが遅れちゃうっていうか、うん、そう右手をちゃんと固定しとかないと。そう、こうめくれちゃうんだよ、うん、ダウンスイング。こうやってこういう動きが入る、こういう動きが戻んないんだ。そう、ここからこうしたら飛んじゃうから、それやらないからこのままこうやっていくのね。あ、そう、フルショットだったらカバーできる、フックしか出ないけど、あでも当てられる。アプローチでその時間とそのスピードがないから無理です。あ、そうなんだ、うん、質問が悪いんだよね、トル君のこういう有料になっちゃう。そうなんだよね、本当になっちゃういつもありがとうございますまあちょっとトル君からその手首のことについて、まあ、緩むとかそういうことについての質問をもらったので、まあ、ちょっと久しぶりに力を出しちゃいました気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください